ペキです。アンです。小池アンのころです。ようこそおいでませ。明日はディズニーランド。前日にホテルに泊まっちゃう日のワンちゃんワンちゃん明日はディズニーランドに行くんです。なんでー、やったー、嬉しすぎる。今ね、夜の何時だ、10時半ぐらい、10時40分。今日は夜も長いですから、明日のディズニーランドまでのお夜とお朝にかけてのワッチャをお届けしようと思います。記録で、まあそうです。だからそもそもディズニーランドなんで行くのって話なんですけど、小雪ちゃん先週誕生日でした。ありがとうございます。皆さんおめでとうをいただきまして、せっかくだから前日にワッチャしようということで、私たちの中のワッチャの時間を作ったというで、みんなと一緒にワッチャを共有しようと、そう、そういうお日でございます。でなんか夜過ごす動画そんな長くない、旅行先で。そうだって、いつも散らばってるから夜過ごすときこんなにワッチャなことはない。ピンポンしとかないと。ピンポン。ワッチャとは私たちがワチャワチャ楽しくおしゃべりするという意です。これを私たちはワッチャと呼んでますので、皆さんワッチャ覚えて帰ってください。いつもね、動画の仮タイトルみたいなのつけてるんだね。今日はもうディズニー前日のワッチャタイトルそんなことしてるからいつもタイトルつけると困るのよ。あ、ピンポーン。ディズニーの中の動画は出ません。あ、そうですね。もう本当にディズニーに行く前まで、ここをチェックアウトするまでの お動画になっております。はい、じゃあルームツアーします。こんにちは。今日泊まる部屋のルームツアーをしていただきたいと思います。じゃあ行きましょうか。早速、ここにはですね、ドアはないので、もう入るとメインのお部屋でございます。エスニックながらのお布団に今日は寝ます。いいじゃないですか。はい、でここはあんちゃんの編集スペースが構築はい、私がもう動画編集する気満々でパソコンを持ち込みましたでですね、なんとベランダがあるんです。出てみましょう。わーい、子供用スリッパちっちゃ、入る？はい、すごい。じゃーん。うわー、夜景。見て、これがプロメテウス火山、シンデレラ城。え、これすごい、ちゃんと映ってる。すごい。で、あの右のキラキラのオレンジの建物がディズニーランドホテルですね。わー、すごい。君のために用意したよ。このぐらい夜景。嬉しい。カウントダウンして、え、もしかして消えないよ。消えないのかってやったら、多分、うん、3時間後ぐらいに消えるよ。距離があるからしょうがない。あ、そうだね、うん、確かに確かに風って届くよね。もうなんか入りましょうというバルコニーがついていると。はい、メインの部屋はこんな感じ。おい、このいい感じのお休み椅子もあります。お休み椅子って呼んでんだ、それ次は、はい、バスルーム。バスルーム、クローゼットかと思いきや洗面所。わーい、バスとトイレ別の物件でございます。素晴らしい、セパレートですね。セパレートでございます。あ、いい、広い。え、このお風呂に今日入るんですか。え、大浴場がついているところに泊まっているので、お風呂入りに行きたいと思います。最高です。サイ&コー、しかもサウナ付き。実はうちらサウナ好きなんで。いや、そうなのよ、めちゃくちゃ好きだからねさあ、そんなもんですか、お部屋は。お部屋はそんなもんですね。この後のご予定は、まあ風呂じゃないですか。風呂です。ということで風呂に行きましょうか。行きましょう。あ、ちょっと待って、ちょっと一回そこ座って。バースデーガールコーナー。予期してなかったわ今からバースデーガールコーナーが始まります。お、ちょっとお待ちください。えどこに行くんだ。どうぞ、ハッピーバー。ハッピーバー、ありがとうございます。お誕生日プレゼントです、普通に。ありがとうございます。見ていいですか。あ、どうぞどうぞどうぞ。嬉しい。え、なんだろう、2個ある。2個ある。何これこれはまさか、え、
私がずっと買え買え言われていたやつじゃないですか。あれ鏡ですしかもちょっとだけ光るやつ。光るやつだ。え、ちょっと私の今の鏡見て。おしまいだよね。え、嘘でしょやばっ。え、これで生きてたの。今これとあとフレームが崩壊した鏡の担い体制だからもうね、100均の鏡は割れるからそれ捨ててください。よかった。待って、ちゃんと立つよ。そうだよ、当たり前だろ当たり前だ、100円じゃねえんだよ私のやつなぜか立たないから。そう、それ横にも縦にもできるから。そうそうそう、ほんとだ。いつでも使えますね。めっちゃ嬉しい。あ、よかった。マジで持ってなくてよかった。確かに買い直してなくてよかった。そう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 、あんだけやばいからもうさすがに買い直しちゃうかと思ってちょっと焦ってたんだけどありがとう。よかったです。これ何か全然わかんない。それはもう本当にあの同じの持ってたら本当にごめんだけど、ね、多分大丈夫だと思う。持ってそうなもの全然何かわからん。そう、え、めっちゃ可愛いじゃん。可愛いです。持ってる？持ってない。本当？よかった。なんで持ってると思ったの？いやいやいや、なんかあの、あなたが好きなブランドの。え？違う？え、ここじゃなかったっけ？え、そう。え、すごい。え、なんだろう、紙袋って思ってた。これあ、でしょ？ソメリジェニ。ありがとうあ、よかった。これ明日これ着てこうかな。いや、そうだからデニムって言ったの。そういうこと。そう、これを着ます明日。それなんかね、リバーシブルでそっちでもいいし反対前でもいいらしいよ。そうで、なんか中は別に T シャツでもロンティーでもいいから夏から冬まで、冬というか秋か、秋まで着れるからいいんじゃないって言われて、うん、え、じゃあこれ明日着ます。え、やった、ありがとう嬉しい。超可愛いよねそれ。あ、よかった。マジで悩んで、マジでメリージェニーに、私の美女で、私の美女の女がメリージェニーに1時間半ぐらいいたと思う、多分マジで。1時間悩みすぎて。そう、え、なんかね、1回行って30分ぐらい悩んで、もう1回来てその後1時間ぐらい悩んで、で、店員さんに148センチの女の子に。もうモブおじさんの状態。あ、推しのアイドル。かわいい。ジャンスカ欲しいと思ってた。本当？よかった、うん、ありがとうございます。あ、よかったです。バースデーコーナー。あ、バースデーがあるコーナーおしまいです。ありがとうございます。よかった。これはじゃあ明日着させていただきます。そうだね、明日楽しみにしてます。じゃあ風呂入りましょう。はい、お風呂に行きます。おい、じゃあね。バイバイ。お風呂から上がってバラバラに部屋に戻ってきたんですけど、すげえパソコンに向かってる人がいるんですけど、どういうことですか。まさかそんなバースデーガールの前でバースデーガール以外のことを見るだなんてね。本当だよ。そんなわけない。何をしてるんですか。編集の気をつけてるポイントとかあるんですか。編集の気をつけてるポイントですか。テンポ感。おー、ガチみたいな。いい日だというのに君は編集をしているのか。本当だ、最低すぎる。ちょっと待って、でも見て、うん、今終わったところまでとね、やらないと死ぬというところね、こっからここまで終わったので、終わりまでがここまで。あれあれ、3分の1。これはいつ上がるやつですか。明日です。やばい、終わると思う。でもこれは多分こんだけあるけどまだめっちゃカットするから、うん、まあもう半分と思っていいでしょ。15分ぐらいのところまで来たから、動画の全体尺が3、40分だとしたら、うん、半分終わってます。おお、つまりまあまあ朝までにはあるでしょ。寝ないつもり。2人ともメガネのボサボサのおしまいの美女です。私もおしまっていたのが今自覚がなかった。おしまいのお風呂どうでした。お風呂最高でしたよ。私のお風呂ルーティンをみんなに教えてあげよう、うん、まずお湯に浸かって温めるでしょ。でドライのサウナ行く、外気浴する、ミスト塩サウナ行く、外気浴する、
うらいサウナ行く外気浴する寝湯して温泉に浸かって帰ってきた。素晴らしい。楽しみすぎめちゃめちゃいいじゃん。無限に入れれば風呂。いや風呂いいよね。本当に放置されたら4時間ぐらいいると思う。最高じゃ ん。現在時刻なんと1時8分明日ディズニーなんだよね。本当だよ。早起きしなきゃいけないんじゃないの。そうだよ。目標就寝時刻何時なの。目標就寝時刻2時かな。1時間で終わる。うん、終わらないよ。目標だからいいのか。うん絶対に私は2時に1回寝る。あ、本当。で、私は明日5時に起きてやる。ギリギリすぎる。こんないいホテル泊まってんのに3時間しか寝れないのかわいそうに。いや、逆に言うと3時間しか寝ないことによって長い時間ホテルを起きて楽しんでると。あ、そういうことね。あんちゃんの編集が一段落したらまたね回しましょうか。そうだね、分かった。じゃあまた後で、はい、俺はストレッチをするから。そうだね、それを確かに定点で撮っとくわ。え、定点で私はストレッチをするよ。みんなも一緒にストレッチしよう。温泉に入った後が一番気持ちいいんだ。これをやると毎日のストレッチが日々の疲れを癒してくれるということです。別に体硬いんだけどね。全然なんかさっきシンデレラ城が321で消えるよとか言ったけど11時になったら消えた。カチッってあったのが遠いから時差で11時に消えました。ってことはさ、11時にさ合わせてさパチッってやったら消えるってことだよね。みんないいことを知ったね。お気に入りの女の子にやるんだ。みんなみんなあんちゃんが編集してるところを頑張って応援しましょう。寝るらしい。あの人寝るらしいよ。お朝ですけど。え ?40 分になったら動くの。おはようございます。朝になります。今は7時38分です。40分になったら小雪が起きるみたいなんで。かわいそう。いやこんなことする人嫌いだもんね。ごめんね。こんなことしたいと思ってないんだ本当は。かわいそうに。本当はこんなことしたくないんだ。 YouTube の奴隷だ。おはようございます。朝のお食事タイムです。美味しいチーズケーキを食べます。ちょっとね、フォークを忘れたから部屋にあったマドラーで食べます。あと牛乳買ってきたから飲む。みんな見て。よっ、浮かれサングラス。カーディの人だ。うん、めちゃめちゃうまい。かわいい。ひもはげた服着てくれたいい人。でもシャツとの相性が悪いです。ごめんね。中で T シャツを買って、それに合わせるためにジーンズで来ようって言ったんだよね。バスチーだ、バスチー。バスチー、え、マジでうまいよ。びっくりしちゃった。めっちゃうまくない？うまい信じられないぐらい美味しい。あ、そういえば言ってなかった、編集終わりました。すごくない？ありえない、マジで。すげえ。何時に寝たの？昨日だって1時半40分に一緒に寝たじゃん。で、起きたのが？起きたのは5時。よく終わったね。そう、だから5時に起きて、で7時半に小雪ちゃんに声かけたから、その時に終わってたから。マジすごい。いやでも本当になんか早い。多分もう後半やけやっつけだったのこれ。
あの沖縄 の、 あの Vlog の方の2個目の動画をやってました。今アップロードしてて、しかもここの Wi-Fi が神でめちゃめちゃ早いの。だからもうね、上がった気がする。パソコン変えたんだよね。そうなの、新しいパソコンに変えて、まず出力がもう神の速度になって今まで本当よくやってたねっていうぐらいおしまいの速度だったから、30分の動画を出力するのにマジで3時間ぐらいかかったの。本当になんと新しいパソコンだと20分でできた。早い、早すぎ。そんなん革命メイクタイムです。今日は9時開演なんですけど、ちょっと遅めに行くことにしたんで、外は暑そうすぎる、雲一つない青空、私とあんちゃんの2人で出かけるときにこんなに晴れるなんて珍しすぎる。登場パックしてる。あ、バレた浅すぎ。浅すぎるね。今は8時40分。今そっちに窓があるからね、めちゃくちゃ化粧しやすい、明るくて。野球部なんか試合してるよね。あー、7時半に起きたらもう隣の野球場に人がいてね、あの人たちは何時に集合してるの？5時起きとかでしょ。確かにね、マジすげえ。でも部活の時ってそんなもんじゃなかった？うち帰宅部だった。あ、そっか。剣道部のね、年始にある寒稽古っていうのがあるんだけど、うん、朝一番にやるっていうなんか謎の風習があって、うん、朝4時ぐらいに家を出て稽古自体を5時か6時から始めるのよ、うん、それはなんか伝統の風習なの？わかんないけど、なんか歓迎子はそういうもんだろうって思ってたから、洗脳されてたから、何も疑問には思ってなかった。いや、疑問っていうか朝早いなと思ってたよ絶対反抗しようという気持ちはなかった私でもさ、運動部っぽくなくない？そう。あ、本当？いや、運動神経そんな良くないからさ。ケイちゃんとかトリちゃんとかめちゃめちゃ運動部っぽいじゃん、うん、でもミナちゃんとかめちゃくちゃ文化部っぽいじゃん、うん、そんな感じで私も文化部っぽいかと思ってた。そんなことなくない？あ、そうなんだ。まあ、性格は体育会系だから、うんうん、気合でどうにかなるだろうって思ってる、全ての物事に対して、うん、すごい。ほんとやってみたかった部活とかあるの？てか、まあ、剣道をもっと極めてたかもしれない。へー、剣道ってやっぱ運動神経いるの？いるんじゃない。私は剣道の才能はなかったから。才能あるとかないとかあるの？まあ、てか才能を言い訳にしちゃいけないんだろうけど、結構怖がりだから、うんうん、動けなくなっちゃう。相手より先に1本取らないと負けるから、どっちがこう勇気を持って踏み出すかみたいな。まあそうね、それをうまくかわしたりとかさ、反射神経。そうそうそう。私何部っぽい？うわー、でも正直私は運動部いそうと思うけどね。あとは軽音とかそういうやつ。あ、バドミントン。あー、やってそう。確かにバドミントンはできるもんねそうだね。でもあんまり運動好きじゃなかったの？部活で時間を取られるのが嫌だった。ああ、拘束されるのがってこと？そう、別に運動神経はいいけど、うん、中学校は何、帰宅部だったの？中学校は軽音みたいなの。ああ、うん、中学謎に強制的に部活入らされる文化なかった？うんうん、あるある。あ、それで入ったんだ。それがあったからさ、部活に入らなかったらもう恐ろしい目に遭うと思って高校に行ったから、もう絶対に部活は入らないといけないと思ってたんだよね。集団行動でいいな。ああね、そう、中学吹奏楽だったじゃん、うん、吹奏楽部の悪いところってね、無限に練習ができるのよ。運動部ってさ、こう体力があるじゃん、限界値、うん、だから午前中でおしまいとか午後だけにしましょうとかそういう概念があるんだけど、うん、吹奏楽は別に体力とかじゃないから、うん、基本休みの日は朝から晩まで部活だったから、まあもうできないけどね。あんま吹けない？いや、だって中学校の時の話だからね。忘れるのなんだ。いや、忘れるっていうか、そんななんか甘い世界ではないという感じ。吹奏楽じゃないけど、音楽ってずっとやってる人じゃないとできない気がする。まあ別に音は出るだろうけどね、綺麗な音が出ない気がするな。私はテナーサックスがやりたかったんだけど、バリトンサックスになっちゃった。でももう多分バリトンしか無理だったと思う、才能的に。指が動かなかった。高い音ほど速いってこと？デレレ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 みたいなさ、ああいうのがアルトサックスとかソプラノサックスはあるのよ。だからミナちゃんがやってたフルートなんかはもうまさにそれだよね。そうだよ。ララ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 ラとか、テレレ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 レとか、そういうのをやってた人だからマジですごいと思う。トリちゃんもクラリネットだから、まあまあすごい、ちゃんとメロディー。クラリネット？そう。へえ。吹奏楽トリオだから、実は。そうなんだ。アイシャドウパレットだ。これ結構前から使ってるよ私。どうだっけ？ロマン&のやつ。動画でも何回か喋った気がするけど。あ、そう。ワンデータトゥーの涙袋作るやつ。キーパレットマルチルーシング。
アイス。こっち側のね、スポンジのキラキラで涙袋描いて、うん、裏の筆であの影描くっていう。アイシャドウの一番明るい色のところを涙袋に入れてしてやってたんだけど、ここだけ減りが異常に早くてどうにかなんないもんかと買いました。なるほどね。髪の毛巻き巻き講座やったー。私はね、常2本使いです。一体型のやつもあるじゃん。私あれ使えなくて。あ、そうなの。うまく、重いし、なんでいつも2本持ってきてます。ストレートはサロニアの普通のやつ。コテは多分32ミリかな。アイビル D2 って、これドンキで買った私2つ結びにした時にね、ここにちょっとボリュームが出るようにミックス巻きというのをしていきたいと思います。半分取ってちょんまげして、前にこう2つに分けて持ってきて、これを巻いていきます。アイロン160度です。上からヒューって下ろしてきて、毛先まで行ったら靴を巻いていくと。今外巻きですね。顔周り抜けは外巻きがいいとされてる気がする。最近は螺旋を描くようにほどいて若干キープしたら離すと。ミックス巻きというのがですね、内巻き外巻きを交互にやっていくの。次は外巻きですね。で、内巻きか。まあこんな感じでひたすら内外にしていくと。それだけです。私はいつもウーのスーパーハードジェルを使っています。こうやってくくるだけです。伸びたね、マジで髪の毛こんなになる、うん、ギュルンギュルンです。すごい、この暑さ対策タオルめっちゃ可愛くない？これ可愛い、オレンジだ。めっちゃ可愛いでしょ。どこで買った？ディズニーランドだよ。あ、売ってるんだ。めっちゃ可愛くない？このオレンジタオルをね、引っ下げていくわけですよ。今マジパレードを見れたら最低限帰れるんで。あ、ショーも見たい。クラブマウスビート見たい。抽選？抽選です。わー、当たりますよ、お兄ちゃん。今40周年バージョンなの、そっちも。パレード見るの好きなんですよ、私。昨日あれ見に行ったもんね。そう、イクスピアリでやってるパレード、過去のパレードの衣装展示会みたいなやつ見てきました。超通ってた時期のいろいろが置いてあって本当に感動した、私は。準備終わったー。イエーイ。これからディズニーに行ってきまーす。バンザーイ。言ってる間に9時15分ですけど。早く行かない。やばい。あ、行っている。今日はディズニー前日のワチャをお届けすると言ったんですけど、当日のワチャになります。謝罪しとこう。前日のワチャ。悔しいな。当日のワチャになってしまい、大変申し訳ございませんでした。以上、ふゆきちゃんのものでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。クローゼット。一般的な。焦った？え、焦った。クローゼット見んなよって思った。